異様な盛り上がりを見せる。 J リーグ最新順位表がこちら。優勝争いと残留争いがまだまだわからない J リーグ、そんな J リーグの最新の順位表がこちら。この順位表を見た J リーグファンの反応がこちらになります。優勝争い、4位争い、降格圏争い、どれもまだまだわからなさすぎる。次節はサンフレ対町田か。勝ち点並んだ状態で次節直接対決、しかも同点になったら神戸首位の可能性もあるのか。3位と4位の差が空いてきたな。なんだかんだ言って最終的には中位に食い込んできそうな名古屋。振り向けば神戸がいる。ベルディが6位にいるのえぐい。もっと上狙えそう。地方 FC 東京さん、東京枠最下位に転落。昇格組すごいなぁ。ちょっと審判どうにかなりませんか？ハンドジャッジの改正を早くしなさい、舐めるな。大橋とかいう主審がえらく評判悪いな、こんなんでいいんか？審判レベル問題、野々村動けよバイ J サポ一同。頼むから、広島か神戸優勝してくれ。ここまで来たらもう町田に勝ってほしい。でも、ピースウィング作りたてでの優勝も、美しいからそれも待ってる。ベルディ6位は本当にすごい。プレミアだったら、EL 圏争いしているような順位。J リーグ優勝争いが下位相手に負けたり、ここぞで失速したり、海外移籍や放出など、戦力の入れ替えが激しいので、開幕前と大体別チームになってるし、混沌としている。グランパス、残留争い抜けたかな。17年からの、神奈川無双時代は、終わったんやな、と。マジでマジででかすぎる勝ち点3、J リーグ面白すぎる、残り大体7節でトップ3チームが1ポイント差、まだまだわからん残り全部勝て。一つ勝てば世界線も変わる、現実的には今ある勝ち点を、愚直に積み上げるしかないが、you